メカです。ヒナです。アリアです。リコです。ピンク。ラテ。チー。ビー。始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画は1万円お年玉企画です。こちらにお年玉をご用意いたしました。今から2チームに分かれて30分以内でこちらのお年玉を使っていただきます。頑張りましょうね。せーの、どうぞ。ハリエコさん、おめでとうございます。ゆずみなしです。ひめゆなさん、明けましておめでとうございます。ありがとうございます。いただきました。それではいきますよ。よーい、スタート。楽しみ。早速ゆっくりどうぞ。でもね、このいつも混んでます。まず入って一番最初に目についたのがウィゴーなので、ウィゴー行く、うん、じゃあウィゴーに行きたいと思います。はい、はい、ウィゴーに来ました。じゃあなんか買おうね。そうね、お皿が欲しいね。じゃあ行ってきます。近くの可愛いところに入ってきます。はい、もうどんどん入ってきます。じゃあウィゴー入ります。ビゴーでおそろいのターバンを買ってきました。はい、なんかね、そう、かわいいやつ。そう、あとで見せますんで、最後に。では次に行きましょう。残りあと20分です。20分、もう3分の1終わっちゃった。はい、ビゴーで買いました。コスメを買いに行きます。どっちにする？エチュードハウスか 3C かな。じゃあ、ライブランドに着いたので行きたいと思います。はい、ではピンクラテに行きたいと思います。ちょっと早口で。イヤリングか、イヤリング。あ、そうだね。じゃあ、これを買いに行こう。アルファールいっぱい持ってるんで、今回は金で買わさせてもらいました。はい、じゃあ行ってきます。ピンクラテで買い物してきました。お揃いのイヤリング。お揃いのイヤリング、まあ、お揃いばっか楽しい、嬉しい。またお揃い買いに行きたいと思います。はい、次も次コスメ欲しい。コスメ、コスメ。もうね、あと12分11分あと10分。10分。行け。え、もう急ごう、急ごう、急ぎます。もう行きたいの。ちょっとね、もう目つけてるものがあるんで。嬉しいです。着きました。行ってきたいと思います。ゴーゴー。あと10分ね。はい、ちょっとお値段がお高かったので、ね、こちらに宇宙配信います。DC 行ってきました。2人とも違うんですけど、リップを買いました。買いました。はい、じゃあ次行きたいと思います。残り4分49秒、はい、え、ね、あのチャットタイムやったらさ、じゃワンチャン買えるかもしれない。エッジドハウスで買いました。じゃあ時間がないのでスピンズに行きたいと思います。はい、レッツゴー。やばい、結構時間が。ワンちゃん行けるかもしれないタピオカのチャタイムさんです。じゃあ行きましょうか。はい、スピンズでも買い終わりました。じゃあもう30分経ったので戻りたいと思います。はい、よかった。でもね、次回配分すごい紙でした。で、これミティさんの。あー、リコと優しい。ミティさんは抹茶です。抹茶で、これがね、ロイヤルミルクティーでございます。こちらがココアです。ということで、ここでタイムアップです。パンパンパン。はい、はい、帰ってきました。ありがとうございました。楽しかった、満喫。はい、じゃあアリエコから紹介してもらいましょうか。はい、アリエコが行ったのはビーゴさん、エチュードハウスさん、ビゴーさんに行きました。ビゴーさんから紹介したいと思います。はい、せーの、はい、おーい。ピーチのミニキミントタブレットです。え、めっちゃ美味しそう。カンカンがめっちゃ可愛くて、めっちゃ可愛い。これが300円くらいで、2つで648円です。はい、可愛い、可愛い。まずはおそろい。次、スピンズさん、スピンズさんに行きます。せーの、2人がお揃いなのはこれですね。ヘアピンで可愛い、おしゃれです。
とめっちゃキンキラキン。可愛いね、流行ってるよね。猫はこれも買いました。この種類を今集めてて、この前インスタ見た。そう、あとヘアピンも買いました。全部ヘアピン、ね、今大きいヘアピンがすっごい大流行ですね。そう、ここでソウルと、あ、可愛い、アリアっぽい。めっちゃこのイヤリングが欲しくて、え、これ可愛いなと思ってみたら、でも買えた。めっちゃイヤリング買うよね。そう、イヤリングこの前も買ったんですよ。はい、やるです。はい、あと、パフと、あとパフ入れるやつ、うん、もうついてて100円なんですよ。いいね、めっちゃいいですよ。いい、ね、ハンデとか塗り込むやつだ。そう、可愛いやつです。可愛いのに100円ってめっちゃお得。確かに。それで、3は終わりです。2人で合計金額が2200円です、うん。はい、じゃあ次、中橋さん。いっぱいね、入ってる。パンパンに、はい、これは一番買ったね。ラストスパート。最後にもう、バンバンバンって入れまけそう。買っちゃえみたいな。並んでしまわなかったので、いろんな店に行けなかったので、欲しいものはその店で買いましょうって感じで買いました。せーの、ダン、かわいい。これも開けたいと思います。はい、これさ、最近すごいいろんな人持ってるよね。ジュースバーのやつが持ってて、ね、でもちょっと大人っぽいベージュカラーが好きなので、これを買いました。開けたいと思います。パッケージはなんかサイドがパン屋さんみたいになってて、え、かわいい。めっちゃかわいいです、おしゃれ。どんなやつかな。え、かわいい、かわいい、かわいい。え、これってシールが貼ってあるの？え、でもかわいい、ね、シールだと思うんですよ。かわいい。じゃあ中身を見ていきたいと思います。はい、どんな色かな。あ、チップが2個もついてる。めっちゃかわいい、欲しい色だ。あ、ブラウン系が結構多い。ブラウン系、私も結構好きなの、オイルも。ね、こういうのって結構みんな似合うから。そうそう。もう一つだ、ウォーターティントです。可愛いね。ネイル？すごい。いや、ティント。ああ、ネイルみたい。みずみずしくて、うんうん、テスターを前にした時に、つるんつるんで潤い続けられるかなと思ったので、これを買いました。結構なんかいい、ね、濃い感じの。そう、ね、あ、でも意外と塗ったら大丈夫。いいですね。なんか最近エコちゃんさ、結構赤つけてる。あ、確かに、そのイメージが。最近好きなイメージ。マイブーム。イエーイ。じゃあ次、アリアと、まず、めっちゃピンクメイクが最近好きで、うん、ピンクのアイシャドウを買いました。でもピンクのものばっか買ってない。じゃあなんかピンクメイクしたくて、でもなんかパレットだったらいろんな色が入ってるけど、ピンクだけが欲しかったのでこれを買いました。なんかいっぱい色入ったパレットあげたのにピンクだけ使うんですよ。じゃあどうかな、使っていいですか。使ってください。で、ビューラーを持ってなかったので、欲しいって言ってたね。欲しいって言ってたので、これ買いました。ありがとうございます。ビューラーあんまり使わないんですよね。でも、あの、なんか撮影の時にめっちゃ開けたいっていう時に使ってみたいと思います。で、最後がですね、ファンデーションです。でさっきスピンさんで買ったこのクッションとこれで使っていきたいと思います。中身どんな感じですか。これですか。リキッドタイプですか。多分ニキッドタイプですね。え、めっちゃ可愛くないですか。大人っぽくてすごく可愛いです。なんか2個ぐらいしかテスターしてなくて、その2番目を買いました。イエーイ、イエーイ、イエーイ。やっぱね、エチュードハウスはね、みんなが手出しやすい価格で可愛いので、安いのに可愛いよね。そう、いいよね。ね、アリエコは可愛いです。はい、はい、アリエコの合計金額は9701円です。すごいぴったりですね。おめでとうございます。299円、最後ありました。すごい。結構なんかラストスパートバーって買ってたからね、いい感じになった。はい、はい、じゃあね、次はね、姫ゆな。はい、まず一番最初にみごさんに入りました。それがね、ここで買ったんですよ。はい、ハイバーを買いました。かわいい、うさぎなんですよ。そうなんです。お揃いが嬉しい、はい。2つで660円なので、1つ330円です。安いよね。安い。お泊り会で使えるやつね。ね。はい、続きまして、ピンクラテに行きました。はい。次もお揃いを買いました。全部金のやつにしてみます。最初ね、ひめかちゃんも白色って言ってたんですけど、ちょっと甘えさせてもらいました。あ、全然大丈夫です。これが1つ700円プラス税で、1540円でした。はい、ハートがいっぱいついてるイヤリングですね。はい、次、続きましてツリシーさんです。行ってきました。はい、私たちは2階で買ったんで、全然混んでなかったけど、混んでて行けなかったらしいです。1階だよね、多分見たのね。ピティさんのアドバイスで2階に行ったんです。ありがとうございます。じゃあどうぞ。はい、
ユナが買ったのはリップなんですけど、かわいい、オレンジのリップなんです。ちょっとマット、ちょっとマットなオレンジのリップです。このなんかオレンジとか持ってなくて、確かに、そう、最近はねちょっとオレちゃんめなメイクが流行ってて、これだったら手出しやすいかなと思って、だからちょっとピンクがかったオレンジを買って、うん、そう、なんか簡単にちょっと韓国っぽいメイクをできるように、はいはいじゃあ私、スリーシーさんのグラウドリップティントです。結構ね、いろんな色があったんですけど、一番ちょっと暗っぽい、ボルドーっぽい色にしました。めっちゃ可愛くないですか？見た目は可愛い、すごいよね、可愛い、ちょっとすっごい大人じゃないですか。私こういうのめっちゃ大好きね。ゆなちゃん好きそう、よく使ってるよ。そう、こういうの結構持ってる人少ないと思うんで、中学生とかぜひ買ってみてください。フリーシールは4675円でした。はい、ここでいっぱい使いましたね。使いましたね、半分近く使いました。はい、はい、チャタイムさんに行ってきました。これがユナで、これがゆめこちゃんで、これがピーさんので、ありがとう。はい、いや、このお会計すごいギリギリだったよね。ありがとうございましたって言われるまでで終わればいいよってピティさんに言われたんで、やばいってやつで、ありがとうございましたって言って、3、2、足をくだ、わーみたいなこれ見た目めっちゃ可愛くないですか？こんな色も違うんですよ、一つずつ変わってて、写真撮ったらめっちゃ映えたね。映えた。じゃあチャタイムさん結構目立つ場所にあるので、お店も派手なので行ってみてください。行ってみてね。はい、使った金額はせーの、3485円です。そう、余っちゃった。あと1515円余りました。はい、どうでしたでしょうか？欲しいものありました？ありました。で、親戚にお年玉をもらうと思うので、1万円で爆買いしてみてくださいね。これを参考にしていただけると、はい、本当に嬉しいです。いろんなお店行けますね。はい、はい、もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。